2024年5月22日水曜日9時からのザ・ヒーナキャットのぷぷぷぷアップのお時間でございます。皆様ご機嫌うるわしゅうございますか。なぜか私鼻声でございますが、どうぞ今宵も最後までよろしくお願いいたします。メッセージご意見ご感想等はひーちゃん .radio@aol.com hichan.radio@aol.com までお待ちしております。今宵はポテトチップス食べながらはやらないのでご安心くださいませ。それでは楽しんでまいりましょう。はい、どうも皆さんご機嫌うるわしゅうございますか。私はですね、遠征から帰ってまいりまして、元気なのか元気じゃないのかと言ったら多分元気な方の部類なんだけど、なんか今日お朝起きたわけよ。朝起きて、あ、ちょっとなんだっけ、オイル交換に行こうかなと思って起きて、でそこからね、誰とも喋らないでオイル交換に行ったわけよ。で日産についてお願いしますって言おうとしたら、その時に初めて声を発するもんだから全然声が出なくて、うわじゃあすみたいな、ちょっとなんかこいつ大丈夫かなみたいな感じな雰囲気すごい出ちゃったんだけど、やっぱり朝起きて喋らないで出かけるとこうなるんだなっていうのをすごいね思いました。きっとね、日産の担当の人もこの人どういう感じの声してんだろうと思ったと思うけど、ちょっとねびっくりした朝でございました。そんな私ね、5月の18日が豊橋で、19日がゴイス、大阪のゴイスでポモナキャットのツアーをやってきたんですけれども、ちょっとねまだギターがね完璧に弾けるわけじゃないので、しその前日にねみんなに問いかけたわけですよ。ギター弾こうと思えば弾けると思うんだけど、どうした方がいいと思うみたいな感じなものを X にてちょっと問いかけてみたら、無理するんじゃないとすごい怒られましたので、ちょっとじゃあこのツアーだけはあのピアノで行こうかなと思って、2日間キーボードでヒーナキャットを弾かせていただきました。そしたらさ、案の定さ、ソロが全く分かんなくなっちゃって、2曲ほどあったんだけど、1日ずつね1曲1曲あったんだけど、もうね1日目は、まあ、なんとか乗り切れたんだけど、2日目はどうにもならなくて放置したよね。ソロ途中でコントロール不能って曲だったんだけど、ダラダラダララを何回弾いたらいいのか分かんなくなっちゃって、そしたらもうどこが何だか分かんなくなっちゃって、もういいやと思ってわーってやって B メロからちゃんと歌いました。でも歌はちゃんと歌えてたかなと思うのでよかったかなと思いますが、まあでもそんな状態でもね、なんか来てくれてありがとうとかさ、演奏レアな演奏見れてよかったよとか言ってくれるキャットクルーは本当にあったかい人たちだなっていうのをね、もう心に染みまくりました。でもってね、その2日間一緒だったさ、ポモドーロとあのハイファイコーヒーズの2人がさ、ずっと見ててくれたわけよ。1日目も2日目も見てくれてて、もうマリちゃんは1日目はもうひーちゃん頑張れって応援してたとか言ってて、で2日目は違う、本当にあのキーボードソロを放置したもんだから、もうねキュンキュンだったとか言われてた。え、なんでそんな間違えたところにキュンキュンするんだろうと思いながら、ちょっと不思議な人たちに囲まれてて私は幸せだなと思いました。まあね、本当はね完璧にできることがね一番いいことだと思うし、まあ、ステージに立つ上ではそれが当たり前のことだと思うんだけど、やっぱりねギターで弾いてたものをねいきなりキーボードでねステージではい弾いてくださいまで難しい。いやちゃんとね家で練習したとは言うものの、練習したって言ったってそんなミスがあったわけじゃないからさ、でも言い訳になっちゃうからね、あんまり言い訳したくないんだけど、でもねもうちょっと完璧に弾けたのではないかなと思ったので、もしこういうねまた今後こういう機会がある、いやない方が嬉しいんだけど、あるとしたらもう死ぬ気で練習して頭に叩き込んでいきたいなって思ったのと、あとねやっぱり対バンはね6バンドは多い豊橋に限っては7バンドだったし、やっぱね多くて4か5だなって思った。で30分は最低見たいじゃない、まあ、25分の、ね、7バンドでもいいのかもしれないけど、でもそれはなんか自分のすごい仲いいバンドをいっぱい集めて全員大好きみたいだったらいいんだけど、そうじゃないのがね入ってきたりすると、やっぱり
見てる側も面白くないし、やってる側も仲良くないし、まあ、仲良くなれればいいんだけど、だからそれがね、そういうのも大半難しいところだなと思いながら私はこのツアーを回っておりました。というわけで今日は1曲目これを聴いてもらおうかなと思います。突然ではございますが、ヒーナキャットの今一番のね最新曲といったらこれなので聴いてください。それでは、全部ヒーちゃんに入ってる新曲からヒーちゃんで、違う、ヒーナキャットで知らんぷり。誰も助けてくれない私はここで朽ちる、天井を見上げて叫ぶ、もう少し生きたかった、誰も気にしてくれない私はここにいるのに、見えてないふりばかりで楽しいことなんてなかった。9時は私と一緒に遊びましょう。ザ・ヒーナキャットのププププアー。さて今日はね、今週というか先週、美味しいポテチの味とか何かあったら教えてということで、ラジオのメッセージを送れたら送ってねということでね、送っていただいた方がいらっしゃるので読んでいきたいと思います。ひーちゃんこんばんは。ラジオを聞きの皆様こんばんは。眠れないひな猫です。今週のお題は美味しいポテチ教えてですね。僕はのり塩派、のり塩派だったのですが、味が濃いのがダメになってからはもっぱら薄塩一辺倒です。たまにコンソメ食べたり九州醤油食べたりしますが、大体は薄塩ですかね。ポテチのメーカー、国内だとカルビー、湖池屋、チップスターが代表格かな。アメリカはレイズやプリングルス、
同じ味でもメーカーごとに味が違うし、厚さ、形状、成形、ノンフライなどでも違いますね。お土産系だとチョコに巻かれたロイズのポテチ、あ、これね、めちゃくちゃうまいよね。これめちゃくちゃ美味しいよね。北海道しか買えない六花亭の厚めのポテチっていうのも魅力的ですが、あ、そうなんだ、六花亭のポテチって厚めなんだ。実は JR 博多駅新幹線構内にある売店のののぶどうで売っている厚切りポテトチップスは美味しくてよく食べます。味は普通の塩味ですがバリうまです。今度持っていきます。それではバイーンだって。何これ、めちゃくちゃ食べたいじゃん。厚切りポテチ私も大好きなんだよね。なんだっけ、あのセブンとかにさ売ってるノーブランじゃないか、セブンブランドとかのさ厚切りのあの線が入ってるようなポテトチップス、あれ美味しいよね、硬くてね。でね、これを今日ね、あのひーママに会ったんだけど、ひーママの好きなポテチの味は何ですかって、のり塩ってすぐ答えたから、で多分ひーママがのり塩を好きだから、多分家にあったのがのり塩で、ひーちゃんはきっとのり塩で育ったからのり塩が好きだったんだと思う。でも私もいつの日か薄塩派になって、今はほんと塩味、まあ薄じゃなくていいんだけどね、私は濃い塩でいいんだけど塩味を食べることが多いですね。でもやっぱりさ、なんかあれじゃん、ドリンクバーでさウーロン茶飲む人ありえないみたいに思う感じあるじゃん、わかる？私はずっとそういう派だったんだけど、でも大人になってからウーロン茶飲むようになったんだけどね。でもなんかせっかくのお金払ってるドリンクバーなのにコーラとか飲まないのありえないみたいな雰囲気と一緒で、薄塩味はただの塩なんだからコンソメとか食べた方がいいよっていう人もいるわけよ。だからそういうのをひっくるめて、なんかいろいろね、人の価値観ってあるなって思うんだけど、まあそれはね、人それぞれの価値観なんでね、押し付けたりねすることは良くないなって思うから、まあそこも何とも言えないんだけど、でもなんかそういうなんか味がついてないともったいないとかさ、ジュース飲まないともったいないっていう感じは私もちょっとわかるから、ちょっとなんか今一瞬思い出して言ってみました特に何のどうでもいい話なんだけど。でもじゃあひな猫さんは薄塩が好きということですね。ありがとうございます。じゃあ私と一緒ってことだ。じゃあもう一ついただいてるので読んでみようかな。ひーちゃんこんばんは。 FM 湘南のパサをお聞きの皆様こんばんは、モラーです。今日のお題は好きなポテチを言えですねズバリ言うとチップスター薄塩味です。いやこれは本当にね美味しい。私が食事をした後って机の上や床や洋服が他の人のより若干汚れてるという傾向があります。ポテチはそんな私にとって天敵という食べ天敵というべきお菓子で、食べ終わった後はポテチの小さな破片があちらこちらにこぼれているのです。これはねとってもわかるそんな中チップスターとプリングルスは割と汚れない側のポテチだと思っていますし、実際に多少改善されていますプリングルスは何年か前に生産国が変わったせいで味が変わって、そうなの、知らなかった。これピーって書いてあるけど味が変わってピーになったらしいですね。チップスターは安定の美味しさだと思います。また袋のポテチと比べて油ギトギトではなく気持ちあっさりしているように感じるのもポイント高いです。まあ気のせいかもしれませんがね、そんな感じです。ということでバイビー。あのね、でもねこれめちゃくちゃわかるかも。袋のポテチは油っぽいよね。で手もすごいベトベトになるしさ、なんか食べててちょっと不快だよねだから箸で食べたりさするけど、いやでもねほんとチップスターはねこの世のお菓子で一番美味しいと思ってる、うん、今言い過ぎたと思ってるけど、でもそれぐらい美味しいお菓子だと思ってるからチップスターは押せる。美味しいよね。チップスターって何味があるの？ピンクじゃん、赤とオレンジと緑が見たことある。それが定番？のり塩？緑ってのり塩？え、チップスターののり塩あるっけちょっとこれね、後でコンビニか、コンビニは赤しか売ってないイメージあるな。ちょっと後で見に行こう。なんかね、いろんなポテトチップス食べ比べるのもありだなって思ってる。これ22日でしょ放送で、そう今日はね、私ヒーラキャットワンマンライブを横浜浜松坊でやっている最中なのかな、もう終わったのかなでございますが、ちょっと今日からギターデビューをしようと思っておりまして、でね、ちゃんと腕治ってはないんだけどだいぶ良くなってきてはいるから、ちょっとねリハビリとして、でそのリハビリた人もあの使わないのはあんまり良くないので、あの何手をグーパーしたりとか、ちょっと徐々に使っていってみてくださいって言われたから、あそうなんだと思って使うようにしてる。そしたらね
手がね割と動くようになって、今までさ全然指で物が持てなかったんだけど、もう痛すぎてなんか掴むっていう動作が全然できなくて、でもそれができるようになったし、ドアを閉めれるようになったし、だからなんかちょっと回復してきてるのかなと思って、もうちょっとかなと思っております。で全曲多分ギターでライブはやってないんだけど、ちょっとね何曲かピアノの弾き語りをしたりとかしてやっているんではないかなと思っております。で今日ちょっとね声がさすごい響いているでしょ。なぜかというとね、カラオケでラジオを撮っているからね、大きい声で喋っても大丈夫なわけですね。でちょっと他のお部屋の人の歌声がたまに聞こえるかもしれないけれども、今私はラジオをカラオケで撮っているところでございます。ちょっとね腕も落ち着いてきたらね、いろいろ本当にお家の事務作業をしっかりと片付けなきゃいけないなって思ってて、なかなか手がつけられていない状態なので、だんだん良くなってきたから洗濯とかも気軽にできるかなと思っております。そんなこんなでやっぱ美味しいポテチの味は薄塩に決定ということで、よろしくお願いいたします。それではここで1回 CM 挟みます。ザ・キーナキャットのプクプクアップ、こちらの番組は宮田製菓様の提供でお送りさせていただいております。ちょっと小腹が空いた時に、一口サイズでとっても食べやすいヤングドーナッツの歌作らせていただきました。その他にも素敵なお菓子たくさんございます。疲れた時にリフレッシュ、会議やパーティーなどにもお使いくださいませ。大好きなお菓子を食べてハッピーになりましょう。さてさて後半戦でございますが、まあ、何を喋ろうかなって言って、まあ、今のところねポモナキャットのツアーがねめちゃくちゃの着楽しいんですよなんかなんだろうな、相乗効果がすごいというか、やっぱお互いこれずっと喋ってるけど、お互いの尊敬度合いがすごいから、なんか何もけなすことも何もなく、本当にお互い頑張ろうねみたいな感じで今のところ6本目終了したけど、本当にねプラスでしかないツアーだなって思っている。でなんか新曲がネモフィラもだいぶね自分たちの曲だみたいな感じになってきたし、あの曲はやっぱりさ、なんか10月でツアー終わってからやんないのもったいないねと思ってさ話はしてるから、まあ定期的にライブはやるんじゃないかなと思ってる。でも何にも決まってるわけじゃないからやりますとも今はね一人で言えないけど、私はなんかね毎年必ずどっかでライブをやりたいなと思ってるので、なんかねちょこちょこポモナキャットっていう名前見たらライブ見に来てくれると嬉しいなと思う。まあポモナキャットとしてライブは多分やらないと思うけど、まあねヒーナキャットとポモドーロがいてのポモナキャットっていうのはやるかもしれないけど、って言ったけどさ、6月21日はポモナキャットだけしか出ないからね。まあひーちゃんとしては喋んのも出るけど、まあ、ポモドーロとしては本当ポモナキャットのためだけに来てくれるから、本当にね優しい人たちだなって思っております。で一生懸命ね戸川氏とね映画の話してるんだけど、なんか本当にねあの移動中とかいっぱい見てるみたいで、戸川氏は私はね移動中見たら危ないからそれはしないんだけど、なんかそれでね昨日これ見たんだよとか、これ見たら面白かったよとか話をすごいしてて、なんかいろんな最終これが一番良かったでしょうみたいなのを二人で決めれればいいなと思ってる。私はね結構グロい映画が好きなんだけど、あのなんか脳みそがパッカン割れちゃうみたいなとか好きなんだけど、でもコナン君も好きだし、あのアナ雪とかも好きだし、ね、ディズニーのファンタジー映画も全然好きだから幅広いんだけれども、でも本当ラブコメディとかラブストーリーとかミュージカル系だけは絶対見なくて、でひーママはねそういう映画が好きなんですよ。マンマミアとかすごい好きで、そこだけはね合わなくてね家でねそうとかその何殺人現場みたいな映画見てると、ちょっともうやめて部屋行ってみたいなこと言われることが多かったりして、そういう趣味が合わないとお家でね大音量でね映画見れないのでね、皆さん気をつけてくださいねだからねいつもなんていうのひーママが帰ってくる前に大音量でね家で見てたりとかしてね、でもね見てる途中でね帰ってきちゃう時とかがあってね大変だった、あごめんなさいと思って、しかも帰ってくる頃って多分終盤なわけじゃん、だからすごいグロいわけよ本当に血まみれみたいなことが多くて、でもそれはね私は好きな映画なのでちょっと譲れないので、でも部屋にねテレビがなかったから、さあの
最後の方、大人になってからはねテレビ買ったからなんだけど、ゲームやってたりとか、だからね最近はね一人で好き放題見ているのでございます。でホテルとか行くとね、あの iPad が Wi-Fi つなげるから、 iPad でアマプラとか U-NEXT とかを見て、あの遠征中は見たりしてる。でもちょっとさ、たまに怖いホテルとかあるわけよ。なんかわ、このお風呂絶対夜は入れないわっていう時は、あのね怖いからコナン君を見てるなんかねコナン君見ると本当に癒されるんだよね。何にも考えなくていいっていうか、無でいられる、なんか BGM みたいな感じ。でも BGM じゃないんだよ、やっぱコナン君っていうところが大事でここねわが難しい、みんな多分分かってくれないと思うんだけど、私はコナン君は BGM だと思っているなんか最近ね、いろんな人に映画見ることをすごい言ってるから、 だんだんひーちゃんは映画好きなんだっていうのがなんかね認知されてきて、これ見た、これ見たとか言ってくれるんだけど、まあ、ほとんど見てるよね私はだからもしマニアックなものとかあって、こういう映画が好きなんだよとかさ、逆にそのラブコメディとかラブストーリーでもなんかグッとくるものがあるものがあったら、ちょっと教えてくれればちょっとだけ見てみる全部は見るか分かんないけど、なんかあのさ、あれと一緒で、音楽と一緒でさ、イントロが大事だと思ってんのよ。なんかサビだけいいとかよくあるじゃん。なんか CM で聞いてこの曲好きだなと思ったけど、イントロ全然ダメでサビしか良くないみたいな曲いっぱいあるじゃない。もうそれが本当に嫌いで、もう映画もそうなのよ。だ冒頭がすごい長くて、なんかクライマックス良かったねはいっぱいあるんだけど、やっぱ冒頭に何かがないとさ見ようって思わないじゃん。でもコナン君ってさ最初に人死ぬじゃん。だからそういうのがすごい心をくすぐってくるっていうか、なんかすごいいい展開だから、そういう映画が好きなんだよね。まあ、曲もそうだけど、なんかリフがかっこいいとかで、クラシックってさ全部がメロディーで構成されてるのね。そのイントロとか前奏までいろいろあるけれども、ちゃんとメロディーの重なり合いでできてるから、私クラシック全部好きなのよ。ピアノの曲とかもやっぱメロディーがあって、ピアノのさこのソロ曲でさ、ジャン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 みたいな曲ってあんまないじゃん。ちゃんとティルイロイロイロンっていうさ右手のメロディーがあって成り立ってるから、まあ、それで好き嫌いはあっていいと思うんだけど、やっぱそういうね一曲が成り立ってないものが本当に好きじゃなくて、私音楽で今流行りの音楽ってそういう曲多いなって思ってるんだけど、だからあんまりねちょっと最近馴染めてないのかなこの現状にとは思いながら本格活動をしているんでございますが、だから映画もちゃんとなんかグッとくるシナリオ作りというか、なんかねアニメもさシーズンでさ3話目ぐらいまでいかないと面白くないみたいなあるけどさ、やっぱ1話目から面白くないと見ないと思うのよねと思ってるから、そういう映画アニメも好きだから、そういうのをね教えてくれたら、ちょっとひーちゃん見てみようかなと思っております。ウォーキングデッドはさ結構1話目から面白かったからさ、ずんずん見てたらさ推しが死んじゃったからさ見なくなったんだけどでもそれを喋ってたらちゃんと全11話全部見た人、お客さん、キャットグルーの方いらっしゃったので、すごいなと思って、私もちょっとどっかのタイミングで多分ね9話ぐらいで終わったんだよね。私だからちょっと見返しつつ最後までね、11話で終わりなのかな、なのでちょっと11シーズンで終わりっぽいから、ちょっとそれを見てみようかなと思っておりますが、ちょっとそんなね時間がなくてね今全然見れてないから、どっかで時間作ってね、お休み、あ遠征の時間ありそうだから、ちょっとどっかでウォーキングデート見返してみようかなと思っております。というわけで今日はもうね喋ることがなくなりました腕がさ痛いとさ運転もなかなかできなくて、ほぼ右手でやってたんだけど、なんかその最後のゴイスの時にポモナキャットで1曲だけベース弾いてみたの。そしたらさ割と可動域が広くなって、帰りはね両手でちゃんと運転して帰ってこれたから、今度ね使うっていうものは大事なんだなって思いました。ピアノはピアノでいいけどね、もうねピアノ弾いてたらね、もうギターが弾きたくなりすぎちゃって、もうねうわーギター弾かしてくれーと思いながらライブやってたでもギターを持ってる時の姿勢よりピアノを弾いてる時の姿勢の方が歌いやすくはあったから、まあまあどっこいどっこいなんだけど、ギター持ってるとやっぱ猫背にすごいなっちゃうからさ、なんともね絶対にダメっていうことはないだけれども、でもやっぱりねひーちゃんはギタリストというかギターボーカルなんだなっていうのをすごい感じたし、ギターでそのこの曲も後ろに流れてる曲もそうだけど、
テレレレテレレテレレレっていうのをギターで弾くとかっこいいけどピアノで弾くとダサいなっていうのをすごい感じたから、なんかあギターとしてやっぱ曲作ってんだなっていうのも再確認できたし、なんかすごいねいい怪我でした。怪我したのはとても良くないことなんだけど、怪我をして気づくこととかもいろいろあるから、なんかまあ神様は何に乗り越えられない試練を与えないって私は誰かから聞いたから、そうなんだろうなと思ってポジティブに考えてた。で治らない怪我ではないからさ、あのすごい、ね、複雑骨折したわけでもないし、別にねすっごい痛いわけでもないから今は、だから治るのをねちょっと待って感知してギター弾こうな、ギターをバリバリ弾いていこうかなと思っております。それでは今週のおさらいかな、今週は意外といっぱいあるよね、今週のおさらいをしようと思っております。5月の23日、明日は喋らなければいい女としての配信ライブでございます。楽しみだねこれ、配信ライブ。これはね上條ちゃんの誕生日でございまして、いろんなものを飲み食べ食い荒らし配信をと思っておりますので、お時間ある方は多分ね8時ぐらいから始まると思う。9時ぐらいにすると多分盛り上がっちゃって帰れないっていうね心配がありますから、早めにね始めていきたいなと私は思っております。でひーちゃんちでやりますからね、もう食い荒らされて帰ってもらって、もう神ちゃんにはベロベロで帰ってもらおうかなと思っております。ほんで25日は長野上田ですね。これ久々かな、去年の年末行ってから行ってないね、半年ぶりぐらいに長野県に行きます、上田でございます。お時間ある方はぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。長野の上田なかなかね行き慣れてないから、長野のファンクラブとかあのキャットクルーの方は全然いなくて寂しいんだけど、なんかこれを機に増えてくれたら嬉しいなと思って、ちょっとやっぱ通わないとねヒーナキャットっていうものがね広まらないから、今後もね足しげく通っていこうかなと思っております。来てくれる方はぜひ予約していただけると嬉しいです。んでもってちょっとひーちゃん新しいお仕事を始めましてなんかお仕事って言うとちょっとね不思議な感じになっちゃうんだけど、まあなんていう、まあ、仕事を始めましたので、それもいつかご報告できればなと思っております。ちゃんと音楽に関するお仕事を始めたので、これからねヒーナキャットとしての活動にも生かしていけたらいいなと思っております。それではまた来週も楽しく聞いていただければと思います。ヒーナキャットひーちゃんでございました。回復まであとちょっとでございますので、どうぞどうぞこれからも温かく見守ってください。それではバイビー。収まらない。